やっていきましょうか。5年目桃鉄、100年後に破産する社長ブルホス、やっていきましょうということで、4月スタート。前回はねラスト3月でなんとゴールにたどり着くことができたというですね、絶好調崩しカードなお、いやーもうこいつのと、あれ3200万じゃなかったっけ、3600万に増えてやがる、なんて野郎だ。で、100年後にあの破産をするわけですので、今は破産はしておりません。今はゴリゴリに1位を狙っていこうと思います。後半に向かっていくにつれて、どんどんあの破産の方向に向かっていければいいかななんて思ったりもしてるんですけど、はい、復唱忘れるなということで、リトルデビルカード、160万程度のお小遣いだったら毎月なんとか払えるでしょうよ。うん。これ毎回デビルカードが出てくるたんびにパイプオルガンの音楽聞かされるのかね。もうめんどくさくらいいんだけどさ。で、ということで、早速なんですけれども、まずは星飛び周遊で、近くまで飛んでいきましょう。今回のおすすめは15、また日光ですね。日光を飛んでいきましょう。いい、ナイスですね。で、これで2回目だから、まださすがに周遊だからさ、そんな一気にボイッと削れるとか、そういうことはないですよ。あ、しかもこれカープリバか。買いましょう。何かを買いたいんだけど、何をか、あと特急周遊か。今周遊、そうだからさ、周遊ってさ9回以上じゃあ8回以上使わないんだったらさ、特急カードをさ7枚買った方が得じゃねって個人的には思うんですよ。まあカード欄埋まるっていうのはあるかもしれないか、そもそもカードってさ1,2,3,4,5,6、あ7枚か、7枚もつけるあれ、ダビングカードって意外と少ねえんだな。こう考えるとさ、望み周遊を使うか、増やすよりも、なんか星飛びをもう1枚増やした方がいいんじゃないかと思ったりもするんだけど、まあいいや、じゃあ一旦ここはやめまときましょう。特に売って得するようなカードはないんでね。はい、もう今どれだけニュースが進んでるかってのは分かんないけどさ、なんか1年後に、1年後もう1年切ってるか、来年、うわこいつほんと、ちょっと待って、吉本興業って40億の価値しかないの、マジで。あ、コシュームの名称出すのあんまり良くないのかもしれないけど、40億で全ての芸人というか会社ごと買えるぞっていう話なの。うわかわいそう芸人さんたちね。多分今目下裁判中の、ま、某なんとかタウンの M さんとかもさ、それ以上のさ価値をこれまで生み出してきてるかと思うんだけどさ、さあ果たして赤犬元帥さんはこいつの海兵隊入隊を認めてくれるのでしょうか、どうでしょうか。認めてくれました、おめでとうございます。お前は海賊の道ではなくて海兵隊の道へ進むのです。でもなんかこいつの口に入ってさ、ピョーンと飛んでは下田、あれめちゃめちゃ近いんじゃねえか、ここ何ヶ月か、そのまあ、10泊11日ほどまでは行かなかったけど、あれでも下田って確かさ来航してる人いなかったっけ、そこに、あれ気のせいだっけ、あれ11、あでもあ15、おーおーおおゴールってことは、これはまさかもしかして俺の望んでいた結果になるのではないだろうか。きたー、ありがとうございます。さあこれで4億あってさが一気に2億くらいまで縮まるんじゃないか。しかも5年目ってことはさ、援助金の数もおーしおしおし3000万くらい増えてるね。いいですねいいですね。連続はい、オッケー、ボーナス6570万円、あ、そうか、2連続ボーナスか、オッケー、3億2000、よっしゃ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 、ここよき初めての貧乏神、そしてキングボンビー、ごちそうさまです、おめでとうございます。しかも上野ってめちゃめちゃ近くね、東京の地理館がさ、ずっと関西に住んでる人間だからあんまりよく分かってないんだけど、でもそれでも近く、おお、すげえ、タピオカティーや、1億が 100% 3つ、買う、あ、ちょ、買う、おお、いい、全然喜んで買う。表参道夜ズ、ヒルズはしてるけど夜は知らないんですね。駅前家具屋ってどんな家具屋だ、どこの家具屋だ、はい、よっしゃいい感じですね、よしこれでどんどん俺のトップ、なんで普通のボンビーなの、あ、ボンビラスな世界から帰ってきたから、その使ったターンによってってことは、お前また進化しろよ。うわ、しかもこいつ、うわ、ただの韓国ニアンだよ、ハングルでカムサムニダーしか言えないようなやつで500万で売りやがった、え、あ、売っちゃったのね、アウト。でもね、売ったところでさ、こいつさっき600万がすぐに入ってくるからさ、買った額よりも手に入る額の方が大きいっていう可能性が非常に高かったりするんですよ。頑張れスシロー、もう大好きなんだからスシロー、もう近所のスシローに何十万と突っ込んでるかって話じゃない。7マスだと、7マスってことは、ちょっと待ってね、下だから17、雷神だよね。雷神じゃあ回れたですね。じゃあこっち行こう。5マス、どっちから行くのがいいのかな ?3、4、鉄道省。ゴールは目の前。ゴールは目の前だから、じゃあ東京買いましょう。東京まとめて買いましょうと思ったけど、ヒレカツ
アバタツー天気予報よろしく。超丸デパートってなんだ、大丸デパートのことなのかな、丸丸ビル、あーよくわかんない。深夜高速バス会社、そう今の高速バスってさ、なんかすごいんでしょ、あのなんかビジネスシートみたいなさ、世界には姉妹都市関係を結ぶイギリスのポーツマス市、京都、ん舞鶴を持ってない、はなんでそんなに陽気を悲喜するの、陽気悲喜するの、ありえないでしょ、早くボンビラスの世界に連れて行かれるのこの野郎。で、なんでお前あえてマイナスを止まったんだ、7月だからマイナス大したことねえってか、時を2倍のカードでカードやってきてみると本当にもう3億、いやそんなカードとね、そんなはした金取られたところでこいつにとっては痛くも痒くもないで、もうなんか涙ぐましい努力だな、それで借金減らしたところで何の意味もないでしょうよ、頑張ってあの特製霊カードどっかのカード売り場で買いな。ということで、はい、2を出しましょう。ありがとうございました。どうしようかな。ちょっと待ってね。4は、あ、大久保変える。大久保は、いや、今は、ちょっと買うのもしょうもないな。船橋、千葉。あれ、でもちょっと待って。あいつが、なんかすげえ遠いところにいるな。なんで？渋谷、あ、渋谷の携帯ショップいいな。よし、じゃあ、ここ買いましょう。渋谷の携帯ショップは、多分、ソフトバンクとドコモですね。まあ、元 au ユーザーなのに au 言ってあげ、なんだね。やった、100件。100件目かな。記念宣言じゃ、絶対の100件目、のぞみカードをやった、大事に使いましょう。ヒュー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 。まあ、カードっていう面ではね、あの、1位を突っ走ってる感じはするけどさ。こいつ本当に飛行機に乗ってくる気？ 30、特急、あー、頑張ってくださいね。でも、こいつもいろいろ持ってるカードがさ、あの、あんまりパッと見れないからさ、どうなのかっていうのがわかんないけどさ、橿原買うのね。うわ、こいつどんどん独占進めてってやがるよ。そういう作戦ですね。そういう寸法なのね。寸法って何だったっけ？ミスターセブンだっけ？ミスターセブンとその相方だっけ？まあ、あの、でね。ね、な数億使ったところで3600万って結局5分の1くらい返ってきてるんです。すっごいでっかいのに、ね、こいつ。でっかい道は北海道で、北海道はでっかい道で、熱海買えない、残念でした。で、あとこいつ何マス？ 6、6か。6だったらもうこのまま進んでいきましょう。4、またか。どうしようかな。どっちから進むのがこれいいのかな。あ、でも結局買えないの。あ、で、あ、銀座、あ、銀座買えるぞ。銀座のペポちゃん。あ？ペポってあれ？あのハート海賊団のクマ、まあ知ってる知ってる、分かってる、あの舌をペロッと出してるこう女の子のこと言ってるのは分かるんだけどさ、ちょっとなんかこうボケてみる。トピックスです。よき、あー、本当に本当にこいつはすぐ金を稼ぐ、本当もうじゃ、本当陽気引きされてる、本当こいつ羨ましいね、本当にございますよね。あ、で、あの前回のパートとかと比べるとちょっとあのめちゃくちゃ喋るペース落ちてるじゃないですか。あれはね、さすがに怒られすぎたんで、ちょっとあのここでおとなしくしとかないといけないかなと思ったんで、ちょっとあのゆっくり喋らせていただいているということでございますんで、はい、あのね、あの4年目までというところで、あの皆さんかなりあの お怒りというか、あの前本当にうるさいわって思われた方がたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとそこはやっぱりあの32歳の大人ですんで、俺様がピッタ一番乗り買ってみてるからね。なんだ、俺は白黒のデビー、何十年前の話だ。さあお前、そこのメイドを俺にそのパーフェをパクパクさせてくれ。アワビでもいいよ、ゴールドベルト、そして3連続一番乗りということで、さらに1億3000万円でしゅ。ご希少者までスペシャルカードが身につきました。陽気日はさらにボンビーと旅を頑張ってくださいね。ザバミサラセ、静岡県の富士宮焼きそばが美味しいところでございます。今初めて知りました。知りませんでした。ごめん、パンダ買えなかったわ。全然パンダ買えないね。ということで、1億がとんかつ屋はいらないな。1億がこれ80ポイントに200パーのオグラアイスってすごいね。3億で買えるんだけど、やっぱ手持ちはね、万が一のことがあった時にまだそこそこ残しておけない。言うてもまださ、20分の1しか終わってないわけだもんね。100年って長えな。あ、人生100年時代だもんね、本当に。まあ、昭和の頃にさ、人生100年なんてことはさ、うんち、どうせうんち出すだろ。捨てたうんちがここに帰ってきた。はい、折り返しです。で、あと9マス。おお、お前すぐじゃん。おめでとう。たまにはゴールしな。んで、うん、17マスか。どうしようかな。じゃあ、1から6。あ、なるほどね。好きなカード使えますと。じゃあ、望みカード使いましょう。5個使えるもんね。じゃあ、17なんかすぐ出せるよ、本当に。出せなかった、出せなかった、出せなかった、イエス。
君に違う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 。で、こっち進んでて3。あ、面白くないね。あれでもこっちちょっと待ってね。あ、横須賀に到着しちゃうのか。違う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 、なんだなんだ、何してんの。まあいや。まあいや、横須賀。横須賀買いましょう。スカジャン。うわぁ、いけすかねえ、スカジャン。まあ、どうせあれで、新幹線周囲で使えれば、関係ねえからな。まあ、たまにはゴールしてもらえないと困るしな。ところが、こいつがゴールしても嫌なんだよな。ゴールしても嫌だというか、こいつが近づいてきて俺にボンビーつくのもめんどくせえんだよな。で、1980万ですね。はい、おめでとうございます。ボンビー、ウルリン、ウルリン。さあ、どん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 。これで、独占を。独占。おっしゃー、お前のお小遣い稼ぎの本当に1年間3000万ってことで3億6000おおおおおいっ超おめでとう。やっと雷鳴の術を唱えた。ブルボス社長の持ち金の1割を、俺絶不調になるやんけ。そんなんやったらお前絶対しごき倒す。ありえへん。なんで俺からの番、違う、陽気スパ1位なのよ。なんで俺から取るわけ。お前順番ってご理解されてらっしゃいます。そんなことするからお前俺がゴールするんだぜ。ほんと何や、はぁ、絶対許さん。でもゴールできんかった、どうしよう。ゴールできへんかな、これな。ちょっと待ってね。いけるかなーで、うわ、もう目の前におるやん。どうしよう。これでも、ちょっと近づいとかんと、万が一のボンビーをつけられ、なすりつけられる可能性があるんやな。うわ、こんなはしたがね、なんかもう合ってないようなもんじゃねえかよ。くそー。一番しょうもねえマス止まったな。しかもこいつゴールできる可能性あるじゃん。マジか、絶好直じゃん。おー、最低ビリから脱出する機会を掴んだのに、ほんとこいつマジでクソ野郎やな。お前巨乳のボイン姉ちゃんだからってなんか全て甘えてんじゃねえか。そしてゴールできないというかわいそうな事態になってる。ぐる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 回ってる。で今1,2,3 マスだよね。でよし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 、じゃあちょっと待って、あと2マスだね。オッケーオッケー、じゃ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 、よし、2、好きな、何マス進みか、よし、これでボンビーを連続で相手につけさせる。そしてゴールもさせませんと。目の前で財産を奪われていく気持ち、今どんな気持ち。これでも今ちょっとライジンさんの方が心来てるだろうな。あと1出せばよかった、なんでこんな時に6出しちゃうのみたいなさ。さあ4連続1、2億6,310万、 OK、 ありがとうございます。で5億、よし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 、よき、はい、貧乏神との旅を頑張って楽しんでくださいね。じゃあ次のゴールは一体どちらになるでしょうか。新しい目的はここでーす。高岡、俺がいつかのパートで可愛い女の子がいたよって、その名字の子だよって、まと言うと良くないかもしれないけども、高岡だけでさすがに得点はできないだろうからな。ということで、何を買うのがこれは得だ。これとこれかな。うん、未還元5,000万、4億3億1,000、あー、まあまあまあ、なんか、いやいやいや、あ、でもそうか、これは売られずに済むから、まあ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 、買っときましょう。 OK、チャ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 、でどうする気、どうする気、1,2,3、届きましーん、じゃあ人間して届かないよ。いや、お前完全に塞がれてんじゃねえか。頑張れ雷神、お前がビリになることなんか誰も望んでねえんだよ。俺が破産することをみんなな、3ヶ月今日4ヶ月弱も頑張ってね、このパート全部見ようと思ってやってくださってるんですから。でちょっと待ってね。あ、これ20丸がないから、ダビング、ちょっと待ってね、星飛び。27マスか。ってことは、星飛びを使って、近くまで飛べるかな。今回のおすすめはここでーす！八尾！八尾なのか、八尾なのかな。大阪にも八尾ってあるじゃん。八尾なのかな、どうなんだろう。買う。秋田へカードもいいな。北に行くってなった時のあれも必要だから、イエローぶっ飛び、あ、ぶっ飛び、ぶっ飛びもなんか面白い。あ、でもな、やっぱなんだかんだ北かな。北一枚持っときましょう、何か使えるかもしれない。 OK、 やめましょう。チャ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 、お楽しみからポイントを選べば現在何ポイントあるか、お金がないときは、お金がないときにポイントを使うって話だよね。だからこれポイントって、まあまあまあ、ある種なんだろう、なんて、なんだろうな、防衛戦というか防御というか、うん、出てこない。はい、はい、どん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 、ママ借り、あー、出た、ご飯を借りてくるくらい美味しい。
ままかり羊羹どん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 あの奪ってってあいつを破滅へのブロンドをしてってください。あのまず手首をね手首にボールを当ててラケットを落として2回目でじゃあ一発目で決めた方が早いんじゃねって思ったのは私だけじゃないと思うんですが、おめでとうございます。こんなんでねこれバクスチッじゃねえか、1位真っ白じゃん、こっちあっち、うわここにはメイドのお姉ちゃんいないんだな、残念ですね。うん、まあでもあの卵いっぱい受け取っていきましょう。2億6310万そしてさらに5連続3億やっしゃー、ありがとうございます。特急やった、5年連続でいくと特急収入がもらえるんですね。よしオッケー、雷神社長がまたあのボンビーとあのキッズキットことで、これ100個もあったらさ、なんか四万十川一気になんかあの東じゃない西の方に行ったな、西と東が分からなくなるくらいにもうあの暴走してるということで、俺ばっかり買ってんじゃん。ここが止まったとき、あ、そうか、止まったときに俺さ、だから可愛い女の子がいるっていう話めちゃめちゃしてたじゃねえかよ。そう、本当に可愛かったよ。うん、あの丸顔でさ、あのなんかさ、シュッとした顔が好きっていうタイプもいればさ、ちょっと丸っとした顔もいればさ、あのそのポテッとした顔とかさ、あるいは眉毛がこう、ちょっとあの平行なのか、への字なのか、ハの字なのかっていうので、いろいろこう好きなパターンがあったりとかするんだけど、僕どっちかっていうと、その、垂れ目とか、ハの字みたいな顔が好きだったりとか、折り返さなくちゃいけないじゃないですか。なぜそっちじゃ向かってきたんだ。どうせ通ることができない。挟まれた！え、これはどうなるんだろう。ということでさ、最終的に3月、43末ありますんで、いやーこれでものぞみとさ特急収入があるんだったらダビングカードで星飛びを使ってた方がいいんじゃないか。ちなみにこれさ周遊系のカードってさダビングダビングしたところでいいんじゃないんだよね。周遊ってさその残り周遊できる分までになっちゃうのか、それとマックスまで戻るのかっていうとどっちなんだろうね。まあそのあたり気にしたところで仕方がないんですけど、おすすめのカード売り場はあんまり近いところねえな。でも新居浜かな。うん、じゃあこっち行きましょう。16マスダラタッタラ、あれちょっと待って、今41だったっけ14だったっけどっちだったっけ。まあどちらにせよあれ、あれ俺持ち金ゼロになってる、なんで、えどういうこと、ダビング使ったから、あちょっと待って、俺なんか今奪われたっけ、待って、あれちょっと待って、全く記憶にないんだけど、全く記憶にない、あれ持ち金7億くらいあったよね、なんで、え、どういうこと、どういうこと、はえ、ちょっと後で自分の動画見直してみよう、俺なんか俺今された、えちょっと決算手持ちがなくなった瞬間に俺一気に終わるんだけど、どういうこと、どういうこと、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え収益は圧勝してます、最終的な順位総資産、ああ逆転してる、3億も逆転してる、すげえ、え待って、なんで俺資産なくなって、違う現金がなくなってんだ、俺なんか使ったっけ、買ったっけ、1億買ったよね、謎が解けないまま終わった、はい、ということで、一旦5年目、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。ぜひですね、あの、6年目に入る前に、ちょっとこの謎を解き明かしたいと思いますんで、お楽しみください。ではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。